うんうん。ええー、何クリスマスに地獄絵図が行われてんのうそやろ知らねえ、お前。お前、松本の米今まで俺だって散々荒らされてたやろ。どんなことなってんねん。えらいことなってるわ <laughs> <laughs> あ。あ、う、あ、ん、これまずい。まともな人離れるタイプのあれや。 こあかんわまともな視聴者消えちゃうパターンだ、はあ、さあでもええわ、うん、関係ないし <laughs> <laughs> はハハハうーんなあ一生懸命企画とか考えて頑張ってんのになうーん おめえら偉いな俺もてっきりは枠取ったらさ競馬で加藤純一が1,000万かけて2300万になって帰ってきたぞっておめえら絶対言うてくると思ってめんどくせえなと思ってあの事前にさ俺カウンターのさ雑談を用意してたん誰も言いにこやんからさそれを言ってから俺はうるせえよおめえ知らねえわはいやっぱ加藤さんはすごい持ってますねって言ってから僕は卒町行こうと思ってるけど誰も言わんからさそのさあのカウンターをする時間がないねん <laughs> うんすごいねすごいね知らねえんだけどさ はあ、しょうもないてまあ言うてなあ俺で言う1,000円ぐらいのもんやろ1,000万って <laughs> で皮肉になるよねとなりますよねうんうんはあすごいけど興味ねえよまあ他人が儲けたところでな、まあ、すごいねっていううんすごいっすよやっぱ加藤さんなんですよすごいっすよ 彼はもう持ってる星が違うんですよね <laughs> うんうんええー、<laughs> 口を開けば皮肉ばっかりだねおめんおめんでもたった2倍じゃあねでも、まあうん、まあでも競馬の2倍ってすごいんちゃうか俺もあんま競馬分かんねえけど <laughs> おえちゃんも競馬やろうよでそこで夢買う <laughs> ああいうののめり込んじゃうとよ競馬って興味ない人間の方が絶対圧倒的に多いよな俺は結構興味あるんやけど実は 金ねえのに競馬狂いになっても困るしな。